今回はみんなのオレガンプラを自慢し合うスレパート11に対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。仮面ライダーギャレンです。ダディアーナさん、ナスエミデルンディス。ダディアーナさん、オンドールラギタンディスか。アンダドゥルハ、仲間じゃなかったんでね。うちおとせーなーい。某シリーズのせいで耳にタコができるほど聞いたフレーズ。笑った。君の勝ちだ。遠い、本当に遠い。神話よりも遥かな過去の遺物。地球の危機に動き出す石像じゃん。気づいたら蜂が出来上がっていた。パティシエとチョコレートをイメージしたサイサリスバレンタイン式。アナベルガトーショコラというしょうもないワードをひらめいたのが発端。名前から発想を得るのは割とあるよね。君の心に今すぐアクセス。音速丸さん、久しぶりに見たわ。セイバー覚悟。いや俺セイバーじゃなくてセイバーだから。うるさい、クラエックスカリバー。いやサテライトキャノンじゃねえか。ブラックロータス。バイザーのビルパ欲しい。アスラン下がって。ニコ、キラにためらいがなさすぎた世界線か。赤鬼をイメージにしたビプラを組んでみた。体に比べて異様にでかい腕ってロマンあるよね。もっとこうぐっと締め付けられてる父感を出したいけど、なかなか難しいな。野良見ても誰もディップス作ってる人がいなかったから、とりあえず作ってみた。ドッグオーラ再現しようとしたけど、あの特殊な形状は難しいね。貴様は電子レンジに入れられたダイナマイトだ。これがやりたかっただけだよ。悪いか。紙砕け。前スレにあげたリーゼをベースにちょいアレンジして、ナハトコトゲシペンスとマーク3も、お、何をとち狂ったか量産されることになった向こう側のアルトアイゼンじゃん。実は本家よりこっちの方が好き。来たか、腐った連行の亡霊どもが。お前たちは望まれていない世界を作る。活気、展開、噛み砕け。生きがけのダチンだ、もらっていくぞ。貴様の首をだ、京介南部。狙い撃つぜ。俺も。呆れるほどに有効な戦術の人だ。聞いて驚け。見て笑え。我らエンマダヨウ様の一の子分。アオベ。キスケ。アカネ。すげえ、まんまだ。おじゃる丸懐かしすぎる。過去スレでも出てるけど、俺のパッションリップ第3サイリン版もよかったら見てほしい。胸部球体パーツのスケール値プラス160にしてあるのが自分なりの原作リスペクトです。その胸はホーマンであった。どうもゆずきゆかりです。今回はガンダムブレイカー4をやっていきますよ。その胸は平坦であった。だからトミー版のおもちゃが遊びどころたっぷりで大好きだったやつ。鋼鉄武装アドベンジャー、すごい。普通にドラゴン娘作るはずが、気づいたらバルーンバルーンになってた。皆さん、大統領騙し足りてますか？曲線的なパーツが欲しいな。レッツパーリー。体験版ハイパー面白かったので、速攻作りました。メタファーよりヒュルケンベルグです。顔だけ見るとスプラトゥーンなのは内緒だ。ただのアメフト選手です。通してくださいデビルバットゴースト。デカールに21はなかったので、アイシールド91です。以前挙げたリリスモンをジオラマ専用機体としてパワーアップ。いい感じに撮れた1枚。武装神器忍者型 MMS 水木2型。ジオラマ難しいけど面白い。これで何もかも終わりだ。任務、完了。ガンダムウィング第2は原作再現ジオラマです。続く。Gガンのオープニングテーマトラスト UFO エバーを再現してみました。大量とコーナーポストを入れたらジオラマのコスト足りんかった。いいね。Gガン再現楽しいよね。画像はロボットアニメ史に残る主役機交代シーン再現のつもり。俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利を深めと轟き叫ぶ。爆熱、シャシャッフル。あの、一番右の人何か違いません？ハンブラギだよね多分。なら中の人が同じだからよし。マックスターボクサーモード実装されてたらスーパーフミナボクサーモードとかやられてたと思うのよね。マックスターは犠牲となったのだ。フミナパイセンの尊厳、その犠牲にな。
なお実際の現在のフミナ大戦の尊厳。フミナ先輩の尊厳はフリー素材だから。何がおかしい、何がおかしい、いいか、ビルダーズパーツが少ないおかげで再現ははかどらず、フミナは冷凍系、俺は土曜の昼からこのざまだ、貴様に笑われる筋合いはない。カッシ博士を作りたかったのに、パーツの都合上フミナ先輩に冷凍系になってもらいました。カッシ博士の冷凍系っていうか、ハンソロの炭素冷凍というか、同じく作りながらこれじゃハンソロだよと思ってたけど、必死にこれはカッシ博士、カッシ博士なんだと言い聞かせて作った末のこれですよ。ありすぎやよりケルベロス。なんか愛嬌出ちゃってかなりお気に入り、ヘッドパーツがリオーとはなかなか気づけまい。バトオペ参戦記念にリマーテル。アトラスの足を使いたかったが、サブレッグが邪魔で泣く泣く諦めたわ。そのままの流れでオーベロンとファーブニル。ファーブニルはそこそこいい出来だと思う。今は至福の時。ガーリオン作ったんでせっかくだからガーリオンカスタム無名も、こいつの機体自分で使いたかったな。V ガンよりガンいいし。機体はそのまま、パイロットは死んでもらう。ああ、これが、ガンプラなのですね。背面。ちゃんとカートリッジもあるよ。ターキリ、トーレイテア。のペロプルシカ。本当に素晴らしいガンプラでしたね。プルシカできました。動くとちょっとだけ中身がこぼれちゃう。生きる。ランスロット死んです。アルビオンとかエアケバルリーは見たけどなかったので、黒雲左肩の追加走行のためにランドスピナーが消えました。難しいね。超光戦機機械王よりワイズダック。ラスボスをイメージした機体です。ガンブレゴカッコカリラスボス。初投稿ですがクロスボーンガンダム鋼鉄の7人に登場する F99 を制作しましたので、いい感じに X 上の光の翼も出せます。同じぐらいに作ったフルアーマーダブルゼータ、GGGR、ガンプも乗せます。ガンプの頭の装置はガンバレルで再現したので飛ばせばダブルゼータの顔が出てきます。マドカとアルプルギスです。マドカは正面向くとのっぺらぼうなのでジオラマ専用機です。ジオラマ用化をパーツドッキングしたものです。梅天帝のキャラデザを再現するとこういう闘神になるのか。ゼノギアスよりゼノギアス、ゼプテン、E&バリ、シチュです。ゼプテンの頭の上にマリアっぽいのも再現してます。重いしれー。多分元ネタ伝わらないなこれ。メローリンクかな？メローリンクで合ってます。ボトムズの外伝のやつか。再現機作るの楽しい。背景に最高司令官を添えて。やっぱりバカの一つ覚えなのをね。クロノス先生が誇るエース、アンティーク、ギア、ゴーレム。我ら、地球外遠軌道統制統合艦隊、左から2番目のグシオンに狙撃されたグレイズリッターを再現しているの。芸が細かくて好きすぎる。この V 作戦なんか変？ガンタンクがオーバードウェポンみたいなのつけとるやんけ。これだから面白いんだ、人間ってやつは。牛柄引きに顔があるです。ご左衆ください。陸ガンの背中で何か作れないかと考えてたら夏コミケの現地調達マルシル降りてきた。拙い出来だけど私のモンムスガンプラハーピーを見てくれ。背中のミサイルポットは荷物入れでハーピーの運び屋をイメージしています。あんまりビプラには手を出してこなかったけど納得いくものができたので。金髪壁弾丸軍人メイドちゃんです。弾丸っ子のビプラもっと増えて。カルパッチョガンダムドローレス。カオスさんがウキウキでこれを作ってカルパッチョに渡す姿を想像してしまった。ホワイトカル再現しようとして付けられるビルダーズパーツの少なさとは服の再現に心が折れました。ホワイトカルです。どうぞよろしく。バニードラゴン名、スカート枠として採用したがフラン脚があんまりにも美脚だったため予定変更。スカートさえなければビプラの脚部として最適なのに。ダブル住所ダブルワーム方形タンクの誉れを浜に捨てた天才病弱美少女ハッカーあけぼしひまり。あなたに必要なのは蜜。これが限界じゃった。もはや、
設計図にガンダムらしい機体はほとんどないけど心配ないさ。いい今一人一人の胸へのお腹、目を覚ませ。さ、タイム通合。突然失礼します。初代ガンダムブレイカーのパッケージを再現しました。私なりに頑張って似せてみました。どうかな、似てるかな？ガンブレ、始まりの物語。それとこっちも作ってみました。ガンダムブレイカー2のパッケージ再現です。ジオラマの容量が足りなくて、HG のガンダムを置けなかったです。足の BP として尻尾を紐付けて動くお乳にする、というアイディアを受けてなんとか自分でもやってみた子。悪オチとかヴィランサイドの女キャラをイメージ。なかなかいい暴れっぷりにできたと思う。やはり人間の技術というのは欲望で進歩するものなんだな。FGO より、加藤断蔵ちゃんを再現してみました。腕ガトリングにこだわった結果アレックス腕が外せない。後ろ姿もバッチリ決まってます。パーツ足りなくてメイボディの緑色を隠せなかったのはご愛嬌。プリケツだ。ビプラ作ってるうちにこんなの作っていた。ただの整備風景です。ケツ戦車かな？胸だけでなくお尻にもこだわるか。時代が一つ進んだな。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。